です。今回はエヴァコラボの続きが発表されたんで見ていきます。で、超究極前回来るかもねみたいなこと言った気がするけど、やっぱり来ました。リリス。多分今までのエヴァコラボでもこれを敵にしたことはなかった気がする。で、それが進化するとカオルくんになります。で、このクエストは究極と超究極の2つステージがあるんだ。いつもみたいに極み究極みたいな感じであるのが究極超究極っていう感じになってる。で、究極クリアしないと超究極へはいけませんみたいな感じで、ちょっと、まあ、手間のかかる仕様になってる。ちょっとだけで、これはクリア後の宝箱からはカオルくんのみ排出なんで、メルエムとかああいう系のクエストでいいのかな。で、本来の楽に楽プラス99なんで、ガチャゲン読んで全然周回できますよみたいな感じになります。で、究極だとカオルくんはもう排出されませんだから、絶対超究極しか周回できないっていう感じだね。まあでも難しくないんじゃない？多分メルエムクラスだから多分、あ、まあ難しくないって言ったらか、めちゃくちゃ難しくはない、周回できるレベルだけど、まあそんななんかみんながうわーこのクソクエがってアビ共感になるような感じにはきっとならないんじゃないのかな。で、第1弾のキャラすでに重心化してたんで、今回のコラボで重心化回になります。で、まず火属性のアスカが、まあ、こんな感じの見た目で、この武器は多分知らない、映画とかでも全然見たことないね。なので初のなんかオリジナル武器なのかな。多分もしかしたらどっかであるかもしれない。で、性能が反射の超スピードで、シンクロマイスやアンチ魔法陣コネクトスキルが、まあ、これ結構あるやつか。自身と戦型が異なるキャラ2体以上だから、バランス型とか砲撃型、炭治郎とかなんかその辺のキャラと組み合わせましょうみたいな。で、そうすると超アンチワープと SS ターンアクセルだから、短縮じゃないんで HP が半分になったら一旦短縮されるあれだね。で、 SS が26プラス4ってめちゃくちゃ重いんですけど、内容が結構いいんですよね。触れた敵の数に応じて敵のターンを増加だから、ドナルドとかあれかな。で、最初に触れた敵に射撃攻撃だから、対射点多分マシンガン系の攻撃かな。で、さらにこれ書ききれないから、なんかおまけでさらにやりますって言ってたんですけど、オールアンチと貫通化もついてるんだって。だからすごいモリモリな SS になってる。で、友情コンボが長距離貫通フォーミングと長距離爆発だから、元々の多分性能を底上げした感じに確かなってたはず。だからこれ強いよね。まあちょっとアンチ魔法陣とマインスイーパーと超アンチワープ3つ必要なクエは多分ないはずだし、基本的にマイスイワープだからマグメルで使うことになるのかな、きっと。魔法陣あるからどうなんだろう。まあ人によっては23の極とかで使ったりもするかもね。で、光属性の綾波レイで、反射の超バランスでシンクロレザスト超アンチダメをアンチ減速壁で、コネクトスキルで自身と属性が異なるキャラが1体以下なんで、光属性4体か光属性3体多属性1体みたいな感じでこのコネクトスキルは発動する。だから艦隊でもいいんですよね。レイ艦隊でこれが発動するから、多分今まではなんか艦隊潰しみたいなコネクトスキルだったら、今回は初だねこれで。回復 M とカウンターキラーで、 SS が貫通タイプになり、触れた仲間のパワーをアッププラス AT フィールド、これは多分もともと変わってないかな。まあ、貫通タイプになりっていうのが上乗せされてるから、ちょっと SS が重くなってるんじゃなかったっけ、確かこれ一旦だけで。友情コンボがトライデントレーザー EL と超強毒拡散、まあ、バランス型だけどトライデントレーザー EL は強いから結構いいんじゃない。ただ光のダメを減速壁だから、ギミック対応的にはちょっとあれかもね。実質超アンチダメをしかないから、そんなにめちゃくちゃ使うかどうかは分かんないのかな。でも触れた仲間のパワーアップはタンポポ的には結構ありがたいから助かる。で、シンジ君はこんな感じで、この武器孫6出してくるんだ、へーって思ったね。で、こんな感じで、性能は反射の超バランス、シンクロ、アンチ魔法陣友情ブースト、超アンチダメージオールで、コネクトスキルが自身と戦型が異なるキャラが1体以下なんで、多分あれだよね、こっちの綾波形式と一緒で、シンジ君艦隊でもいいはずだよね、これ。多分違った、ごめんなさい。で、アンチ重力バリアがつきます。で、SS が8ターンプラス16ターンの自強化プラス味方の状態上回復と魔法陣効果を解除。多分魔法陣効果を解除できる SS はシンジだけだ
ったはずだから SS とかで。なのでまあそれは8ターンで打てるようになってすごい直しやすい。8の5じゃないや、31回で結構バンバン打って、なんか他のモースとかそんなやつ連れてても直しやすいねみたいな。で友情ブーストついてるんで、まあ、砲撃型よりもちょっと友情コンボが強い。反射レーザー入れると超強貫通ロックオン衝撃波でシンクロだからアビロも1回は防げるし結構いいですね。まあ難点はゲージで超アンチダメージウォールなんで、ちょっと気を使わなきゃいけないっていうぐらいかな。で光属性のカオル&シンジで貫通の超バランスでシンクロアンチ重力アンチ減速壁でコネクトスが自身と種族が異なるキャラが2体以上なんで、まあ入れすぎるとあれかな、艦隊組めないねっていう。なのであの超満員スイーパーがそれでついてくる。だから重力超満員はでも前の確か武則天もこのアビリティだったから、結構このアビリティのなんか超満員の重力の組み合わせ結構多くなってきたね。なんかあるのかな。で SS がシンジとカオルで駆け回る、多分元々のやつプラス最初に触れた敵にロンギヌスの槍で攻撃。これがちょっとコラボ的にワンパン狙える系の SS になってくんないかなって思ってるけど、まあ多分そんな強くなさそうな気がしなくもないから、ちょっとあれだね。どうなんだろう、使ってみたが気になるところで、友情コンボは超強貫通拡散 EL ごとランページレーザーだから多分そんなに強くない。あれ、ランピーレーザー、みんなランページレーザー EL だよね確か。なのでそんなに強くないはず。でもこれ両方とも光属性なんで超バランスとは噛み合ってるんじゃないのかな。で多分もうこの動画が出てる頃にはこれらのキャラというか、あの一部のエヴァンゲリオンのなんかコラボキャラ元々いるやつが情報修正されて強くなってるはず。いや、シンジ君、アトスシンジブーストキャラでたまに使うからね、タンポポとかで。なのですごい楽しみ。あれかな、スパバレつかないかな。で、まあ、これはもうやってますよと。カイきます。シャーきます。で、スズランが今回は重心化します。おっと。はい。で、貫通のバランス型、飛行、非属性耐性、弱点キラー、アンチワープ、アンチブロック、超アンチか。なので、3つか、飛行ワープブロック。で、しかも弱点キラーついてる。で、耐性もついてる。いや、スズランにあげちゃっていいの、タンポポにちょっとちょうだいみたいな。で、壁をすり抜けて、触れた敵の数に応じて威力が増すメテオなんで、ヒミコとかあの辺のやつと一緒。で、貫通なんで、すごい当てやすいですね、みたいな。なんだっけ、あれみたいな。シャーロック・ホームズがあれみたいにすごい当てやすいね。で、友情が超強クロスウェーブ白爆発 EL だ。この辺はあんまり強くないかな、友情は。まあ、白爆発 EL で他のキャラの誘発とかすごいしやすいねみたいな感じにきっとなってるはず。いや、これも蓬莱適正だね。いや、今回蓬莱適正多いよね、なんだかんだで。スズランもそうだし、なんだっけ、まあこれ貫通だから全然いけるし、でこれは友情でなんとかなんないかなって思ってるんだけど、なんとかなんないかな。これだけちょっとあれだね、ビナー式しないと厳しいかもしれない。でもでもこれちょっと厳しい気がするな。多分3体がもしかしたら限界かもしれない。まあ紋章ガン積みとかしたらできるかもしれないけど、まあそこまでは多分やんないです。でこれは SS で貫通になれるんで、ウンボ発動したらきっといける。でまあこっちもウンボ発動したらいける。いや、ウンボ前提の蓬莱か。ちょっと今メダルが枯渇してるから、この辺はちょっとやるか微妙なところだな。ウンボ前提はなかなかあれだからね。なのでまあこの辺はあれだね。でカオルくんはどうなんだろう、強いのかな。でも弱くはないと思うね、カオルくんだし。なのでそんな気がするというわけで、まあアスカ来たり。でも性能的には多分一番なんか高そうな気がするのはこれじゃないのかな。でレイとシンジはこれ艦隊でもいけるし、で重心化回ってなんかたくさん持っててもちょっとみたいなところあるけど、シンジはまあ分けても OK だし、だから結構どうなんだ引く人多そうな気がするな。でもまだちょっと全体的な使ってみたとか全然やってないし、動画も出てないからなんとなくだけど、やっぱでもあれだね、たくさんキャラが一気に追加される分、一体一体は強いけど抑えめになってる気がする。なんていうか9点みたいな、みんな9点みたいな、なんか 9.5 とか10点にはいまいちならなさそうな気がしなくもない。多分どこかのクエストをめちゃくちゃぶっ壊してるっていうキャラはいない気がするんだけどな。ちょっと思いつかないだけで、もしかしたらここありますみたいなのあるけど、まあこれも22の極で使えなくはなさそうな気はするけど、やっぱり多属性、悪徳は確か超アップだからちょっと
使えますねとは一概には言えない、まあ既属性でよくねみたいな感じにはなりそうな気がする。なので、であと映画、そうだ、あとあれ、あのそうだ、忘れてた、あれを言うの忘れてた、あの映画延期するんですよね。でモンストの映画ってだいたいやるときは何かしらのガチャ来てるから、つまりあの6月に映画ガチャ多分来ないと思うんですよね、多分。だからこれにもしオーブめちゃくちゃ突っ込んでももしかしたら大丈夫かもしれない。まあちょっと確定的なことは言えないけど、もしかしたらガチャだけ先にやるみたいなこともあるかもしれないからね。なのでまあ何とも言えないけど、まあ延期したからおそらく映画ガチャも多分延期すると思う、多分。なんでエヴァガチャにオーブ突っ込んでもいい気がするんですよね、きっと。まあみんなどれだけを最近オーブ搾取しまくってきたからどれだけ持ってるかわかんないけど、まあいろんなキャラ引いてもいいし、なんだかんだ使えるキャラは、弱いキャラはいないからね。どこに使えばいいのか分かんなかったり、他のキャラで代用できそうな、まあこれもマグメルとかでめちゃくちゃ強そうだけど、じゃあこのキャラをあれだな、こんなこと言いすぎるとちょっと良くなさそうだから、まあでも強いよね、ポテンシャルは高い。っていうかこれは結構面白そうな気がする。オールアンチで貫通で SS 遅延も持ってて、最初に触れた時に射撃でしょ。後々なんかあれだね、後々のこういう麻酔ワープとかのクエストでなんか出張ってきそうな気がするから、これはちょっと一体持っておきたいかな。でもやっぱり全体的に見て一番のあたりはこの第一弾系のような気がしなくもない。それか第三弾かな、第二弾の重心形はちょっとカオルくんの大号令倍率が分かんないと、見た感じなんかそんなめちゃくちゃすごい動き回ってるイメージなかったから何とも言えないけど、うん、あれだね、多分第1弾第3弾第2弾っていう超大雑把な感覚で当たりの弾になるのかな。ちょっと全体的な使ってみた見てないから普通に手のひらくるくるするかもしれないけど、というわけで終わります。バイバイ。